こちら慶応義塾大学チーム虫キングス注文の多い料理店のブースに来ております。よろしくお願いします。お願いします。はい、僕たちのチームはですね、昆虫食をテーマとした VR 体験を行っております。ここではですね、実際にエビとコオロギ2つを食べてもらって食べ比べをしてもらうコンテンツを行っておりまして、実際ですね、こちらつけていただいているヘッドホンでですね、触覚を変えています。というのも咀嚼音を変えることによって触感を変えるもの、それから HMD を通じて、シースルーでですね、 AR で実際エビを実際このような感じで食べ物を置いているんですけど、その上から 3D モデルを表示させることによって実際それを食べているように感じさせる、またですね、この HMD の下に嗅覚ディスプレイがついていまして、匂いを提示することによって本当にエビを食べているかのように感じるコンテンツとなっております。このですね、視覚と嗅覚とそれから触覚、この3つを同時に刺激することによって本当にエビを食べているかのようにコオロギを食べれるということでですね、実際今食糧難とかいろいろ、エビですよ、大丈夫ですよ、エビですよね、で食料なんとかですね、問題になってきて昆虫食が話題になっている中、やはりハードルがすごい高いので、それを少しでも低くするためにこういう VR 技術が使えれればいいんじゃないかなということで、少しでも昆虫食のハードルを下げる体験として提供させていただいています。それではどうぞ。はい、そのままパクッと、サクって音が聞こえます。どうですか、美味しいですか。美味しい、美味しい、素晴らしい、すごい軽い食感で、なんかサクサクしてて、味はそんなないですね、薄味です。エビっぽいですか。エビっぽいです。おお。四角、真ん中の視点を合わせていただいて、真ん中に黄色い点があってます。はい、ありがとうございます。今まだ口の中がスナック菓子食べた後みたいになってます。ここか。はい、はい、そしたら蓋が開きましたらまたご自由お召し上がりください。はい、いただきます。なんかそのままパクッといっちゃってた、はい、いただいて構いません。めっちゃサクサクいってます。なんかこれもさっきと同じでスナックっぽい食感で、なんか味は佃煮、なんかちょっと甘さを感じます。体験の方はこれで以上になりますので、それではヘッドホンの方失礼します。次に HMD の方。明るい、髪の毛がいかがでしょうか。はい、なんかただエビを2匹食べただけって感じです。はい、はい、コオロギとエビを食べていただきました。見た目こんなんなんですか。見た目こんなんなんですよ。やばい、もっと見てみます。いや、泣きそう。カメラさんに見せてあげたら。あれ見せられたら食べられないですよね。ほんと見なくてよかった。まあ、これ見ないのが味噌なんで。1回目と2回目どっち食べたんですか。私どっちだと思いますか。今待って、本当に分かん、1回目ですか。1回目がコオロギ、2回目ちょっと甘かったんですよね。あー、さすが鋭い。1回目がコオロギです。当たりました。ただ食べてる感じではなんか見て食べるとうってきっと思っちゃうかもしれないんですけど、視覚を失ってエビが目の前にあると思った状態で食べたら本当にスナックを食べてるような感覚だったので、昆虫食も意外といけるんじゃないかって自分の新しい扉が開かれました。ありがとうございます。はい、
では今後他の人にも試してほしいですね。そうですね、はい、こうやってどんどんいろんな人が試してってもらって、まあ、昆虫食に対する偏見だとか、まあ、あとは昆虫食が広まっていってくれる一つのなんか手段として使っていければなと思います、うん、はい、コオロギ美味しかったです。ありがとうございました。